シムリット級ミサイル艇はイスラエル海軍のミサイル艇の艦級。本級はアメリカ海軍の法廷、フラッグスタッフに準じてグラマン社のマーク2と称される設計を採用している。これは全没型水中翼船形の採用によって高速発揮を可能にしていた。主戦隊はアルミニウム製である。主機関はアリソン 501KF がスタービンエンジンであり、 また低速で低体構想する際には、ゼネラルモーターズ 6V53 ディーゼルエンジンと電動機による補助電気推進を用いる。推進機への動力伝達に Z ドライブ方式を用いているという特徴がある。しかし、高速性能に関しては、ネームシップは深刻な初期不良に直面し、その克服後も、海上向試みでの最大速力は47ノットにとどまり、 設計速力の52ノットには到達できなかった。なお高速力もあり、小型艇であるにもかかわらず、旋回半径は200メートルに達した。操打室上には、大型のパイナップル型のレドームが配置されており、外見上の特徴となっている。ここには捜作レーダーや射撃式装置、電子戦装置のアンテナが収容されていた。年に隻が発注され、 ネームシップはアメリカで、残る2隻はイスラエルで建造された。当初計画では、計1 5隻の整備が予定されていたが、蒸気の不具合などもあり、1982年には追加発注の中止が決定された。ありがとうございます。